こんにちは、サーヤンです。神回確定のテレビアニメ遊郭編第8話、映画さながらの迫力満点の戦闘シーン、さらにはアニオリで煉獄さんが登場したりなど、もう鬼滅ファンであればこれ以上ない幸せと言っていいほど神回でした。ということで今回は第8話のアニオリを一気に紹介していくと同時に、ここは外せないなという見どころに関しても取り上げて解説していきたいなと思います。なお最終話までのネタバレを含みますので、まだ見られていない方は戻ることをお勧めします。それでは行ってみましょう。いきなり宇髄さんと抱き牛太郎の戦闘シーンから入っていくのですが、早速牛太郎のセリフが追加されていました。気に食わねえな、いい面で女房3人いて、それで格好までつけてやがる。このセリフは牛太郎の性格だったり、宇髄さんがどういう人なのかを改めて分かりやすくするために補足的な感じで入れられたものだと思われます。そしてその後、牛太郎に選ばれた才能を妬ましいと言われた宇髄さんはこのように切り返します。俺に才能なんてもんがあるように見えるか、俺程度でそう見えるならてめえの人生幸せだな。この幸せだなの言い方は個人的に好きでしたね。何百年生きてようがこんなところに閉じこもってりゃ世間知らずのままでも仕方ねえのか。この後に原作ではなかったセリフが追加されているのですが、ダキがお前に何がわかると言っていましたね。ここちょっと冷静に整理したいのですが、牛太郎は宇髄さんに才能があって妬ましいと言いましたよね。そしてそれを宇髄さんは否定しています。そして否定した宇髄さんをダキが否定しているということで、ダキは宇髄さんに自分が才能があると認めさせたいのかなと、まあシンプルに世間知らずと言われたことに対しての言い返しだとは思いますが、だとしても世間知った上で言ってるんだということで、話の流れ的に自分の才能を否定した宇髄さんを否定するイコール間接的に宇髄さんを褒めちゃってるダキがちょっと可愛いなと思ってしまいましたね。原作だと宇髄さんが話し続ける感じになっていたので、ダキのセリフもあった方がより映える演出のためこのようになったのだと思います。その後の宇髄さんのわかんだよ知らねえだろ、もう原作にはないセリフですがかっこよすぎました。そしてあの名シーン、そう俺は煉獄のようにはできねえ、この描写は痺れました。煉獄さんの強さやかっこよさを改めて思い出させるような描写でした。そして忍びだから毒が効かないと言い張る宇髄さんの過去に少し触れていきます。アニメだと並んでいる兄弟が区内で切り刻まれる描写が描かれていました。常に死と隣り合わせという環境で育ってきた宇髄さん兄弟を分かりやすく表しており、アニメならではの表現を存分に発揮していると思いましたね。そして何と言っても宇髄さんの弟の顔がアニメで初めて描かれました。そんな弟は父親の副社、部下は駒、妻は跡継ぎを産むためなら死んでもいい、本人の意思は尊重しない、ひたすら無機質、俺はあんな人間になりたくないという宇髄さんのセリフ。そこから親方様と宇髄夫婦が話しているシーンの回想に入るのですが、なぜ宇髄さんが鬼殺隊に入ったのか、その経緯に少しつながるような描写でしたね。その後戦闘に戻るのですが、宇髄さんの火薬玉を牛太郎は避けるが、ダキは帯で刻んでしまい爆破の衝撃を受けるといったところがアニメではより分かりやすく描かれていました。ここからも牛太郎の戦闘におけ判断力の高さとダキの実力差が如実に描かれていますね。そしてタイトル通り、伊之助と眠った善逸、復帰した炭治郎が集結します。この後は細かいアニオリなんですが、妻とマキオがみんなを避難させているシーンで、原作ではマキオのみが大きく描かれていましたが、アニメではマキオが怪我人はこっちへ、妻がそれ以外の方は逃げてくださいと、それぞれが誘導する形でちゃんと描かれていました。そして街全体を映して人々が逃げ惑う様子がアニオリで追加されていました。より非常事態という雰囲気が伝わって良かったですね。そして戦闘シーンに戻り、宇髄さんがてめえら派手な登場じゃねえか、気に入ったぜと言い放ちます。これもアニオリの描写ですね。毒回ってるくらいの足かせあってトントンなんだよの後にダキが強がってんじゃないわよと言い返しているシーン、こちらもアニオリで追加されていました。その後の炭治郎目線で煉獄さんと姿が重なるところはやはり心に来るものがありましたね。どいつもこいつも死になさいよと言いながら、ダキが放った帯を突如善逸が切り刻みながら屋上へ移動します。やはり善逸の雷の呼吸の描写はかっこよすぎますね。それだけではなく、耳を引っ張って怪我をさせた子に謝れといった感じでダキに説教をする場面、善逸
が低い声で喋るときは例外なくかっこよすぎる。今回は鼻ちょうちんつき、ギャップ萌えの具現化のような存在善逸。これに対するダキの返答で、この街じゃ女は商品なのよ、物と同じ、売ったり買ったり壊されたり持ち主が好きにしていいのよ、不細工は飯を食う資格ないわ、という部分があるのですが、このあたりの描写は原作をより詳細に描いているだけでなく、蝶々が焼けていく描写に関しては完全にアニオリで描かれていました。この描写後ほど解説します。その後善逸が自分がされて嫌だったことは人にしちゃいけないと言うのですが、それに対してダキと牛太郎の声が重なった何とも不気味な声で喋り出します。人にされて嫌だったこと、苦しかったことを人にやって返して取り立てる、自分が不幸だった分は幸せなやつから取り立てねえと取り返せねえ、それが俺たちの生き方だからな、言いがかりをつけてくるやつはみんな殺してきたんだよな。ここは本当に鳥肌ものでしたね。二人重なった声は恐ろしい雰囲気でした。焼けていく蝶々の描写からこのセリフにつながるということは、あの蝶々はダキが生きたまま焼かれた人間時代を意味しているものなのではないかなと思います。鬼滅の刃の大きな特徴でもある鬼にも鬼となってしまった理由がしっかりとあるというところ、そしてその背景となるエピソードもまた感情移入せざるを得ない、どうか生まれ変わったら幸せになってほしいと思わず願ってしまう、そんな風に思わせるエピソードの伏線となるような発言がだんだんと見えてくるんですね。牛太郎の生きる希望だったダキ、そんなダキはある日兄をバカにしてきた侍の目をかんざしで突き失明させてしまい、その報復で生きたまま焼かれてしまいます。牛太郎にとっては見た目も優れていたダキは自身のコンプレックスを埋め合わせる希望でもあり、今まで浴びせられてきた全ての苦境が好転する原因となった大事な存在でした。そんなダキを奪われた牛太郎は、助けてくれる人間は誰もいなかったといつもそうだったと思い返します。ダキのセリフの通り、この街では女は商品なのよということで、自身もそのように扱われ、歯向かえば報復され、生きたまま焼かれた過去があるからこそこういった言葉が出てくるのだと思いましたね。このことから、あの炎に焼かれていく蝶々はダキそのものを表しているのではないかと思いました。そして第8話一番の戦闘シーン、このせわしなく動くカメラワークと上から無作為に降りてくる帯攻撃、さらには飛び散る火花や煙、ここは本当に映画を見ているみたいでした。この辺りで繰り出される音の呼吸後の方、名言早々、これはかっこよすぎましたね。二刀流の剣を左右の手で円を描きながら振り回し、その空間には花火のような火花が飛び散る演出がありました。遊郭編のオープニングで花火が散るのですが、その印象と結びつけられるような技だったなと思いました。その後善逸と伊之助が代わる代わるダキの帯を交わしながら進んでいくシーンも、カメラワークがヤバすぎて UFO テーブルさんの作業量が計り知れないなと思いつつ、多大なる感謝の気持ちが湧き上がりましたね。そしてやっと来たひなつるの見せ場、富士の花の毒を塗った区内を渦井天元もろとも牛太郎に食らわせていきます。これを牛太郎は血気術バッコ長領で斬撃の天外を作って弾き返します。しかし防ぎきれなかった区内のせいで牛太郎の再生が遅れ、その隙に炭治郎が首を切りにかかってきます。それに対し牛太郎は統制が取れ始めた、面白えなと余裕の笑みを浮かべているといった状況。次週がかなり気になるタイミングで終わっていった第8話、紛れもない神回でした。そしてその神回をさらに神回たらしめる演出、本当に言葉では言い表せないほど感動を生んだ部分、第8話の大将こそこそ噂話、突如として渦井さんの後ろ姿が描かれ、煉獄お前ならどう戦う、俺はお前のようにはできないかもしれないと、無限列車編で活躍した亡き縁柱の煉獄さんに対し渦井さんは語りかけます。そんな渦井さんに対し突如としてかけられる声、俺だってお前のようにできはしない、渦井さんは煉獄と振り返ると、そこには煉獄さんの姿がありました。お前の剣技は美しい、
妻はちょっと多すぎるがなと冗談も交えながらの煉獄さんの素敵すぎる満面の笑み。この言葉はいかにも煉獄さんらしいといった言葉で、同じ柱である宇髄さんをも激励します。思えば煉獄さんは個人的には常に笑顔のイメージだったんですが、基本的には目がキリッと開いてた気がします。目が細くなる笑顔は無限列車編の最後、朦朧とする意識の中現れた煉獄さんの母であるルカに立派にできましたよと言われた後のあの涙腺崩壊シーンぐらいだったんじゃないですかね。この目が細くなるタイプの優しい笑顔、本当に感動しました。そしてその後はかまど少年を、黄色い少年を、井の頭少年を、頼んだぞうずいと言い残し、うずいさんの前から消えていきます。今までうずいさんや他の柱たちは無限列車で煉獄さんと戦った炭治郎たちのことをどう思っているんだろうって感じる部分が心のどこかにあったんですが、煉獄さんはしっかりと後輩たちのことを思ってうずいさんにも声をかけてくれていて嬉しすぎましたし、その思いをうずいさんがちゃんと受け継いでいたということが公式に認められて感動しすぎると同時に、もう涙なしには語れないですね。本当にそんな煉獄さんに対しうずいさんは派手に任せておけやという返事をします。このあたりはもう感極まりすぎて情緒がおかしなことになりました。実は YouTube で同時視聴配信も行っていたのですが、このシーンは視聴者の皆さんと一緒に感動を分かち合いましたね。煉獄さんはどれだけ他の人たちにポジティブな影響を与えてきた人だったのか改めて実感させられる描写でした。宇髄さんに関しては視聴者さんとも話していたのですが、自分のことを派手だと言い張ったりしていて自信満々な感じかと思いきや、実は自分の実力を低く評価していて煉獄さんならどうするのか考えたりなど、そういう一面がかなりいいなって思いました。自分は原作を読んでいるのですでに内容は知っていたのですが、アニメ化されるとそういった宇髄さんの細かい人間模様もより分かりやすく伝わってきて、ここまで好きになるとは思いませんでした。なんとなくアニメ化したら宇髄さんファン増えるだろうなぁと人ごとのように思っていたのですが、自分も気づいたら好きになっていた、そんな感じでした。ということで神回第8話はこちらの動画でも考察した通り87話から89話の原作3話分でした。おそらくこのままのペースでいくと再来週までで戦闘が終わり、その翌週である2月13日には上弦集結まで放送する可能性が高いなと思っています。上弦たちの声がどんな感じなのか非常に気になりますね。といったところで第8話のアニオリや見どころのまとめでした。このチャンネルでは鬼滅の刃好きのみんなで楽しく語れる場所を作っていきたいと思っているので、今後もアニメを一緒に見たり鬼滅の刃をより楽しめるような考察動画を上げていきたいと思います。まだの方はチャンネル登録を忘れずにして一緒に楽しみましょう。では次の動画でもお会いしましょう。またね。